はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。さてね、今回は僕がね、丸坊主にしてからだいたい2週間ぐらいが経ったので、その感想とか気づいたことを話してみようかなと思います。僕じゃなくてもね、丸坊主にしようかなって迷ってる方もいらっしゃるかと思いますので、そういった方の参考になればいいなと思います。まず自分がね、丸坊主にして似合うのかなっていう話なんですけども、これはね、多分似合うと思います。要は慣れですね。まず僕自身がそうだったんですけども、自分でね、自分を鏡で見て最初はね、ちょっとびっくりしちゃうんですよ。もうね、知ってるはずなのに。トイレに行った時とか、コンビニに置いてある鏡で自分が映った時とか、それを見てね、自分でちょっとびっくりしちゃうってのがあるんですけども、そういうのもね、慣れてきます。多分ね、自分自身よりも自分の周りにいる人の方が先に慣れてくれると思います。あとね、そもそも初対面の人は丸坊主の自分を見ても何にも思わないので、その辺はもう全然問題ありません。とはいえね、僕自身丸坊主にした自分を見てちょっとね、怖いなとは思ったんですよね。なので、メガネを変えたりとか、服装を変えたりとか、そういったね、工夫が必要なのかなとも思いました。僕の場合ね、ちょっと人相が悪くなったのか分かりませんが、ちょい悪のね、服を着てみたらどうかというコメントもいただきました。どちらにせよ髪の毛なんでね、すぐ生えていきますので、もし迷ってる方がいらっしゃったら、とりあえずね、やってみてもいいのかなと思います。僕の場合はね、髪の毛が生えてきて余計にね、薄毛が目立ってきたなという感じはするんですけれども、まあ普通の方だったら全然問題ないのかなと思います。そして次に、実際に丸坊主にして実感することなんですけども、まずはね、とにかく寒いですね。頭が寒い。僕前にね、別の動画でハゲてる人はなんだかんだ見栄えが悪いから帽子をかぶってるのかもしれませんね、なんてことを言っちゃったりもしたんですけども、単純に寒いからかぶってるってのも結構ありますね。僕もともと髪の毛短かったんですよ、 2、3センチとかなんですけども、そこから丸坊主にしただけでめちゃくちゃ寒くなりました。これもね、コメントで教えてもらったんですけど、丸坊主にすると頭から風邪をひくっていうね、こともあるみたいです。すごいね、なるほどなと思いました。風邪にはね、ちょっと気をつけたいなと思います。次に、丸坊主にすることによってのメリットなんですけども、まずはやっぱりお風呂上がり拭くのが楽ですね。もうパッパッパッパで終わります。そしてシャンプー一応やったんですけどね、もうちょっとでいい。そして散髪代がかからない、髪型を気にする必要がないというようなことがあると思います。そしてデメリットとしては、丸坊主にすることによって見た目のイメージが結構変わるので、今まで使っていたこういったメガネとかね、服とかね、それがね、なんとなく合わなくなることがあるかもしれません。その場合は、まあ、変えたりとかね、ちょっとその工夫が必要になってくるかなと思います。あとは、いい感じの丸坊主になったとしても、髪の毛ってすぐに生えてきちゃうんで、そのいい感じの長さを維持するのがめんどくさい。こんだけ短いと、ちょっと生えてきただけでもなんとなく見た感じ変わってしまうので、その長さをね、どうしても維持するのが面倒かなと思いました。普通の人よりは明らかにしょっちゅうこう髪の毛をね、切るというか、バリカンでガーッとやるというか、そういうことをね、しなければいけないと思います。はい、というわけで今回は僕が丸坊主にしてみて気になったこととか気づいたことを話してみました。もしね、何か質問などございましたら、お気軽にコメントしてください。僕のね、分かる範囲でよければお答えいたします。このチャンネルでは僕の日常動画を上げております。以前はね、ドイツに住んでたので、ドイツの動画。その後、日本に戻って、実家でニートをしていたので、それの動画を上げてます。今は実家を出て、無職で一人暮らしの動画を上げております。これからもね、いろんな動画上げていくんですけれども、いつまでもね、無職のままっていうわけにはいかないので、日々頑張って活動をしているんですけれども、そういった動画もどんどん上げていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。では、バイバイ。
新しい帽子が欲しいな。